さあ、えー、2月27日月曜日でございますこの時間はリンリンタイムを放送お届けしますこの番組は中部倫理法人会の提供でお送りいたしております皆様よろしくお願いします毎週月曜日のこの時間一人一人が楽しく自分らしくハッピーに過ごせるよう 皆様のお役立ていただけるヒントをお伝えしていきたいと思っております。ぜひですね、皆さん、あのー、番組に絡んで、えー、ください。よろしくお願いします。この番組ではメッセージ募集しております。メールアドレスは 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でございます。 ユーストリームとツイキャスでも映像と音声をネット配信しておりますどちらからも、えー、参加できますのでぜひ参加して楽しんでみてくださいよろししくお願いします、えー、土曜日にですねこの親分はイエス様このあと11時から放送します親分はイエス様のしんちゃんの結婚式に行ってきました。 えー、人がいっぱい来ててやっぱいいなと思ったんですが教会でね、あのー、しんちゃんは、えー、クリスチャンですから教会でこのキリスト教的なこの式、えー、だったんですけどすごいやっぱりアットホームで和やかで何よりもしんちゃんがねずっとニコニコしてとっても幸せそうで奥さんもとっても綺麗な方でねあのー、すごい。 なんていうんですかね幸せを隠さないというか彼はもともと素直に自分のこの感じを出すんですけどそういった感じでしたね素直にこう嬉しい楽しいもう幸せだなっていう雰囲気が出ていてすごく、えー、こちらもね幸せな気分になりましたやっぱりねいいもんだねと自分のねこのこう。 ななんていうかな相手を幸せにしたいとか自分も一緒にいて楽しいとかって思える人と出会えてすごい羨ましかったですねしんちゃん末永くお幸せにということでこのばっかりってちょっと言いたいかったんですがさあリンリンタイムこのあとですね10時半まで生放送でお送りします皆さん最後までお付き合いくださいよろしくお願いします さあ、えー、本日のオープニングナンバーいきますテイクザットでジャイアンツ お送りしている曲は Take That でジャイアンツでございますさあコメント来ておりますので紹介したいと思いますルドルフさん、えー、はいさい山内さんリンリンタイムも頑張ですということでしんちゃんの結婚式出られたんですね幸せそうな写真を見ましたよということでありがとうございます幸、えー、田組ファンさん山内さんおはようございますリンリンタイム頑張ってねということで ありがとうございます才川さんもおはようございますということで、えー、そしてきなこさん今日も野球観戦夫が不機嫌なのだということでそうですか今日はね野球観戦にはもってこいもってこいのこの天気でございますそしてくりゅうさん かわいい子からのコメントにはすごく反応しますよねかっこ笑いそしてえー、貝原さんもほんまそれということでしょうがないですえー、っとやっぱね僕は男ですのでしょうがないと思いますそして、えー、恋してるかっちゃん俺も一人暮らし寂しいなということで頑張れそれでは倫理タイムスタートこれ CM だっけな違うな行くぞ さあ、えー、始まっておりますリンリンタイムでございますが、えー、前半この時間はですね、えー、と職場の教養より本日のお話をお送りしたいと思います、えー、2月27日月曜日時間をかけて時間を省くというテーマでございます N さんはイベント会社に勤務して5年になります会社には大きなイベントで使用する音響機材やマイクコード類などが多数あります N さんの悩みはこの機材類でしたイベントの担当者が変わると必要な機材やコード類のありかが分からず準備に時間がかかるのですそんなある日たまたま読んでいた本にええヒントを見つけましたそこには「時間効率化のためには時間をかけてみることが大切」という一見矛盾するようなことが書かれていました そしてじっくり現場を見ることで「無駄無理むら」無駄という3つの「無が見えてくると書かれてありました「いいですむ無むり、むら」「無駄無理むら、えー」N さんは早速実行してみましたイベント終了時の様子をじっと観察するとスタッフは倉庫内の空いているスペースに機材を収納,収納,って機材を収納しています実は倉庫内での 機材の定位置が決まっていなかったのえー、倉庫内の機材の定位置が決まっていないその後みんなで話し合ってものの定位置を細かく決めました時間はかかりましたがイベントの準備と後始末はスムーズに進むようになりました、えー、今日の心がけあこれいいな今日の心がけいいですよ課題をじっくり見極めましょう今日の心がけ 課題をじっくり見極めましょうなるほど、えー、実はですねこれ僕最初読んだ時に、あのー、あれなんですよなんていうんかなそんなもん普通にやってるよって思ったんですようちもね機材やっぱ多いので、まあ、最初は少ない時はね適当に置いてて間に合ったんですがだんだん増えてきて今はちゃんとこの場所を整理したんですよ というのもやっぱりうちもそのこうケーブル類とかさこの例えば中継行く時にあれがないこれがないするんですよもう必ずその日にねそんなもんダメだっつってあのちゃんとね整理しておく場所を決めてやってるんですけどまあそれはねスタッフがやってるんですけどあのー そんなことはやってるよと思ってたんですけど違うんですよ。これ本質はね課題をじっくり見極めましょうということですね。まずは課題というのがありますと。でそれまず課題は何なのかっていうのを見極めることが大切ですよね。こうえ例えば事務所にいてずっともう観察するとこのスタッフの様子をじーっと観察して。 そこに何がどういう課題があるのかっていうのを見極めるこれをさらに具体的にこう,こう引き出して見て引き出して解決していくっていうこのここが大事っていうことですねだから最初僕これ見た時ね「何じゃこりゃ」って。 っって思ったんですなんじゃこれ合うまでは思わんけどまあまあまあこれは自分なんかでね話して終わろうかなと思ってたんですけどとんでもないですねすごい深いテーマでした、えー、今日の心がけというのは課題をじっくり見極めましょうこれは僕あのー、先輩の社長からも言われたんですよこうもし何か課題を感じている何かこの何ていうのうまく回らないっていうのを仕事上で感じている場合まずじっくり見なさいとそこにいて。 その場所にいて事務所だったら事務所、えー、スタジオだったらスタジオまずいて時間をかけてじっくり見る見極めるそれが大事だよっていうのことは言われたことがあって確かになとあのー、いたくない場所があるかもしれないだけどやっぱそこにはちゃんといないとその課題も見えてこないし何もわからないんですよね良さもわからない。 だからやっぱこのちゃんとこういるそこにいて見極めるもう何もしなくてもいいとにかく見る観察するというのも大事なんですねえルドルフさん課題をじっくり見極めましょう見たくなる時が見たくなくなる時があるんですよねということでね でもねやっぱね目をそらしちゃいかんということですねえー、<laughs> 貝原さん倫理と論理と倫理の違いを500字以内で答えてくださいわかりません倫理と論理って知らんしなあまあ倫理は人のあれですよいいこと、うん、幸せになる道筋とか 論理はあの論理でしょさあ、えー、CM の後は「バニ幸福のしおり」から本日のお話お伝えしていきたいと思います。 ちゃん事情は分からんけど一人暮らしは楽しくないですか今日はどこ行くんかなきなこさん野球観戦なんかオープン戦があるんですかそっか今日これとこれとやっべ。 お送りしておりますリンリンタイムの時間でございますこの番組は中部倫理法人会の提供でお送りしておりますさあ、えー、この時間はですねこの時間はバンニー幸福のしおりからお伝えしていきたいと思います さあ、今日は第7条でございます。この「万人幸福のしおり」はですね17か条からなる、えー、まあ幸せになれますよという実践すればね、えー、というしおりなんですがこのな第7条今日は「肉体は精神の象徴病気は生活の赤信号」というところをお伝えしていきたいと思います。皆さん病気はですね、えー、生活の赤信号だそうですよ。 人は骨と肉と血と皮とからできているがこれだけで生きているのではないこれは魂すなわち心があって一人の人間として命があるわけであるしかし心はどこにあるのやら昔の人は肝にあると思っていたそれで肝玉が深いとか肝玉がちっちゃいとかという中国では下腹にあると思ってたらしく 単身とか単伝とか言うしかし心が肉体のどこにあるのかさっぱり分からぬいやどこ,にでどこにでも行き渡っていっぱいになっているなるほど、えー、そして心には形がなく肉体には形があるがこの2つが全く1つになっていてちょうど電球と電流とのようになっている電球は肉体電流は心 ですね、電流が弱いと火がほたるのようになり強いパッと明るくなるん電流が弱いと火がほたるのようになり強いとパッと明るくなるということね人も恐れると青くなり腹を立てると赤くなるひどく驚くと、えー、腰が抜けたり全身が動けなくなったりすることもある。 これで見ると肉体は心の入れ物だと言えますそれが餅と重箱といったようなそういう入れ物ではなくて蓄電池を見たようなもので形のない心を形ある肉体の中にいっぱい入れているのでありまたその心の様子で入れ物の肉体がいちいち変わっていくということですね。 肉体に病気が起こった場合これは肉体だけけが悪くなったと片付けて良いのであろうかこれまでは多くは、えー、肉体だけの故障と考えられてそうした療法が加えられたが実は体がばい菌に侵されたり悪くなったりする今一つその奥の原因があるそれは心の不自然なひがみ歪みができたことでありますとのことです。 病気の原因になっている心の間違いは実はその人の家庭の不和事業の不振などから来る。というよりもそうした暮らし生活環境とぴったり一致しているもので本当は生活の安営不自然さが自分の体に赤信号として現れているのである。 病気の元である心の影を切り取ってしまって朗らかな豊かな潤いのある心になれば体は自然にすぐに治ってしまうものであります。ということですね病気のう違うねありがたい自然の注意天の与えた赤信号であるから喜んで受けて間違いを正すべきである。 と,いうことですさあ、えー、これはね昔からよく言われていますね「肉体は精神の象徴病気は生活の赤信号病は気から」ですねえー、病は気からよく言いますが確かにあの生活がこの定まらない時というのは、えー、どうしても病気になりがちですがまあそればっかりではないとは思うんですけども えー、そういう時もあるのかなと僕が一番やっぱ経験したのがその社会人になって1年目にものすごいこの頑張ったんですよすごいすごい頑張ってもう徹夜とか休日もほとんどないという状況だったんですけどそこで、えー、もうね本当ストレス溜まってあれしてで年末休みが取れたんですね。そののの休み気気が緩んだのかもう一気に風邪をひいて ね、この休みの間ずっと邪だったんですよ。もうこれはね体が休めと言ってるようなもんですよね。あこのエピソードって当たっている今の話。逆心が悪いと体が悪くなるからね。逆かもね。要するにね気を張っているとウイルスなんて跳ねのけてしまうんですよ。ということですね。ということを言いたかったんです。 だからね例えば病気になったり何かしたりするとですね是非その子のところの生活環境とかその自分のストレスですねそこを見てもらいたいなと思います、えー、大塚健二さんコメント来ております昔病は木からというのを病もは木からだと思ってました根の,み、えー、根のものが実るとか思ってました 話の質問としてすみませんいやいやとんでもないです山芋は木こらね。うまいですねえー、っとそんなもんかエルドルフさんコメント来てますねさっきの貝原さんへの答え論理理はは考えのの道道。筋。倫理は人の道なるほど素晴らしいさすがですね倫理をやっている僕よりも解説が上手で早いというねびっくりしますが さあ、えー、職場の教養じゃないね万人幸福の勝利より今日はお伝えしましたまあ要約すると病は気からですね肉体は精神の象徴病気は生活の赤信号ちょっとね体調が不良だなと思った人はぜひですね自分の生活、えー、例えばねストレスとかは一番ね ええー、影響してくるって言いますからぜひその辺を改善させてですね不安を取り除いていただければと思います。おや さあ送りてお送りしてきましたリンリンタイムですが、えー、そろそろお時間となってまいりましたさあ、えー、中部倫理法人会よりお知らせを一、えー、個モーニングセミナー明日あります2月の28日火曜日といえば中部倫理法人会のモーニングセミナーでございますプラザハウスショッピングセンター3階であります、えー、明日の講師はですね沖縄県 芸術大学音楽部、えー、4年生だそうでですす若い方ですね芸大沖縄県のね芸大の音楽部その4年生ザマミさんこれタイ,タイトって読むのかなひろとかなちょっとあの読み方は分からないですけどザマミさん「幸せは人間の淵から」というテーマで。 セミナーを行いますこれ楽しみです、ねあのーまあまあ20代前半だと思うんですけどその座間美さんが「幸せは人間のか力」という、えー、テーマでセミナーを行います。もちろん無料でございます。6時から7時まで。朝早いですけどね。ぜひ皆さん参加してみてください。朝早いですけども、えー、6時から7時まで。えー、やっぱね朝早くてちょっと辛いけど辛いだけの価値はあります。 明日プラザハウスの3階で行われますのでぜひよろしくお願いしますさあお、えー、送りしてきましたリンリンタイム、えー、今日皆さんいかがだったでしたでしょうか何かねこの番組からそのやっぱね自分らしく生きたりあるいは幸せになれたりするそのヒント気づきですね、えー、受けたら 受け入れることができたら僕は非常に嬉しいです僕自身も番組をやりながらそのこういう気づきとかをやっています特にね今日はね、あのー、課題をじっくり見極めるというのをはとはたと、えー、しかと感じております皆さんもぜひですね自分の生活仕事に何か、えー、役立っていただければと思いますそれでは。 本日も倫理タイムお別れでございます。それでは皆さんまた来週。さようなら。